ここは木組の家と石畳の町、私ココアは春からこの町の高校に通うため引っ越してきました。下宿先の喫茶店ダビッドハウスでバリバリ働きながら充実した毎日を過ごしています。ご注文はウサギですか？ワンダフルパーティー、人気テレビアニメーション、ご注文はウサギですかがプレイステーションビータに登場。私ココアは気づいちゃったのです。12月4日は私の妹でダビッドハウスの看板娘でもあるチノちゃんの誕生日だということに。ここは華やかにお祝いしなくちゃ。いや、むしろしないとダメだよね。というわけでお友達のみんなでこの記念すべき日をお祝いすることにしたんだ。同じバイト仲間で頼りになるリゼちゃん、キビキビしてて軍人みたいだけど本当はとっても可愛いんだよ。甘味どころアマンサーンの看板娘さんで、大和なでしこの性格のチアちゃん、私の親友なんだよ。そして喫茶店フルールドラパンのアルバイトのシャラちゃん、お嬢様学校に通っているけど実は庶民的な暮らしをしているんだ。他にもチノちゃんのクラスメイトのマヤちゃん、ペグちゃんに、ダビッドハウスやアマンサーンによく来てくれる小説家の青山ブルーマウンテンさん、それからチノちゃんのお父さんとラビットハウスの看板ウサギティッピー、みんなに協力してもらえばきっと素敵なお誕生日パーティーが開けるはずだよね。ゲームでは私ココアになってみんなと可愛くて楽しい生活を体験できるんだ。完全フルボイスのアドベンチャーパートと SD キャラになって私たちを操作して喫茶店でバイトをする喫茶店パートを交互に行き来してゲームを進めていくんだよ。それからね、お店の知名度を上げるためにコスプレをしてチラシを配るんだ。いろんな衣装を着てみんなと楽しくチラシ配りをするんだよ。ワクワクしてくる。そして週末はみんなでチノちゃんの家に集まってパジャマパーティー。どんなことが起こるのかな。そしてチノちゃんの誕生日を迎えた後はチノちゃん、リゼちゃん、チアちゃん、シャロちゃんとクリスマスを過ごすキャラクターストーリーが始まるんだ。実はね、もう一つ5つ目のストーリーがあるんだけど、これはゲームをやってからのお楽しみだよ。限定版はここでしか手に入れることができないチノちゃんオリジナル SD フィギュアとオリジナルサウンドトラックがついてくるんだって。すっごいね。私もチノちゃんのフィギュア欲しいよ。プレイステーションビータ専用ソフト、ご注文はウサギですか？ワンダフルパーティー、2016年3月3日発売。木組の家と石畳の道で私は大事なお友達と素敵な毎日を過ごしています。